前回の続き。どうも高野氏です。いつも面倒になっております。ということで今日は第2弾、前回このね大相撲アクションの開封動画、ドーマー寄付金の使い方についてだったんですけども、はい、来ました。 LED のライトですね。まあ、前回の動画を見ていただいたとは思うんですけども、なんだそれ。まあそういうことなんで早速開封します。まあ、前回の動画の通りなんですけども、電気は通したんですけど、まあ、せけこともあったんですよ。あったけど、まあ、Amazon 見てだったらこれがちょっと安いし明るいしでコスパがいいから、いや買ってみたと。まあそういったとこですね。同じ商品をレビューしてる人もいたんですけれども、まあ、オズマアクションと違ってこっちの方はいろいろその部屋の環境とかによっても明かりの具合とかが違うと思いますんで、まあ、うちのこの小屋は何畳になるんだべな。結構天井は高いんですよ。5メーター、一番高いところで5メーターぐらいかな。で、上がりのつける位置が 4.5 メーターぐらいの高さに、まあ、ここ上さ4本つけて、こっちの方にこう打ってやる感じになるんですけども、そっちの方に2本かな。ここの空間で6本。ほんで、そこの通り口のところさ、1本。で、こっちにもちょっとスペースがあるので、ここにも1本。で、こっちにも4部屋あるんですよ。1、2、3、4。なので、ここの2部屋に1本1本。合計10本以上。ということで、まあ、この10本入り、1万円で買ってみたわけです。1本あたり大体1000円なんでね。これで上がりはもう大成功ですよ。万々歳。イェイ。はい。まあ、こんな感じですね。どういうこと？あ、これで1本か。なんだ、この家庭用電コンセントから取れるやつだし、この、こっちを、この LED の本体に、ファイルダー、オンってわけですよ。これ多分天井にガンやって、この蛍光灯の蛍光本体をガッチャンガッチャンってやれば、グーって感じなんじゃないの？説明書も一応ありますね。家庭用電源の他にも、この接続ケーブルっていうのがございまして、まあ本体を出してみるんですけども、梱包は、特にクッション材、自由クッション材は入ってないんですけども、まあ、1本、10本で1万円なんでね、特に文句はありません。うん、書体もいいと思いますよ。特にね、へこみ、傷入ってるものもありません。まあ、こういう感じですね。映ってるかな？長さ的には、1200ぐらい。ほんで、こっちにも穴、こっちにも穴。要はこれさ、家庭用電源、ファイルダウンして、電気来る。で、来た電気をこっちのコネクターで、ジャッキンのもう一個本体をコネクターでガチャンってやれば、直列でこう2つつけれるっていうシステムらしい。で、全部さ、これついてるから、もうどこまでも直列でしていけるということなんですね。まあ、ここは直列で1、2で、こっちにも1、2で、コンセント2本出して延長コードでこうビヨンって伸ばして、で、入り口のところにこいつですね。まあ、どこの電気屋さんにも売ってると思うんですけども、を持ってきました。これさ、ジャッキンすればピッカーンという予定なんですけども、早速つけてみますかね。実践ということで、取り付けの方に移りたいと思いますので、準備がありますので少々お待ちください。はい、こんな感じ。天井結構高いんです。これが1200、私の身長が約5尺8寸ということで、こうしても、まあ、全然上までは届かないという感じなんですね。だからやっぱ4本付けで間に合うかなっつったところなんだけども、まあ取り付けしていきたいと思います。タイムラプス GO！
はい、ということで、取り付けの方完了しました。まずさっと外上がりどもジャキッと行ってみたいと思います。では行きます。3、2、1、3。おや、いいんでねえの。カメラでは映り具合どうでしょうか。結構上がりと思いますよ。これ4本しかついてない状態なんですけども、全然いいんじゃね。でこっちさんも2本つぐし、そっちさんもつげば、うん、今こう投光器こっち側とこっち側にあるんですけども、多分消せばそんなに上がり具合ねえかな。もしかれば投光器2つの状態、投光器1つ、投光器0。うん、あー、やっぱ投光器がないとちょっと暗いかなといったところかな。撮影時の、多分ちらつきがないはず。どうでしょう、上から照らされてるので俺は影になってるかもしれないんですけども、ちらついてますでしょうか。まあ後でそれは編集して確認するとして、まあ大体いいんじゃねえかな。全体を映してみましょう。まあルーメンで言うと2200ルーメン。あー、ちょっとなんか反射する映り込みはあるけども、でも全然上がりんじゃね、いいような気はする。まあ外の上がるさはこのぐらい、夕方7時、まあ夜7時、もし外から撮ってみたら、外から撮るとこんな感じ。ずるかな、指、そう、このあたりとこのあたりにも一個ずつ、天井が低いところですねにも LED はつけようとしてますので、まあ若干暗いか、うーん、いいんじゃねえかな、こんなもんでしょう。はい、ということで、とりあえず4本天井につけました。まあちょっと配置が変わってしまったのでここからで申し訳ないんですけども、あとそっちは2本、こっちは1本、合計2、4、5、8、この空間で8本つけてようかなというところなんですけども、まあ時間も時間なんでね、今日の作業はこのぐらいにしまして、まあまだ後ほど全部つけましたよ的な時の動画を撮ろうかなといった感じになります。いくねえか。1本1000円、10本で1万円。だな、俺は全然ありだと思いますね。もしかすればやっぱ蛍光灯、日本次なの蛍光灯が2、4、6、8本よりはやっぱり少し暗いかな感はありますけども、まあなんか商品説明には虫が寄りつきづらい。あと蛍光灯みたいに画面へのちらつきが少ない、ノイズが少ないといったレビューというかね、商品説明に書いてあったので、俺は全然ありじゃないかなとは思うんですけどね。まあここ天井が高いんで少し下の方暗く感じてしまうかもしれないんですけども、まあ後でちょっと足りねば足りねで投光器とかでごまかしてかなという感じでできましたので、これでまたちょっと夜ね作業を続けれるかなっていったところになりますね。はい、給付金第2弾、レビュー動画いかがでしたでしょうか。高いところから申し訳ないんですけども、次は第3弾ですね。商品、まあAmazon で買ったりしたのがあるので、商品が到着次第順を追って、商品レビューの方をしていきたいと思っておりますので、まあ徐々にですね、はい、よろしくお願いいたしますということで、ヘバーナということで、上がりな、いいな。